オカルトを楽しく学ぶオカルトエンタメ大学のお時間です。皆さんこんばんは。クラブ DJ 怪談収集家の響き陽平です。前回までの授業はですね、最強の呪詛物件というところをテーマに話をしてきたんですが、今回はですね、とある物件のプロフェッショナルの方をお招きして、私が考案したような呪詛物件というのが存在するのか、もしくはそれに類するような空間特性というのが本当にあるのかというところを中心にお話を伺っていきたいというふうに思います。それでは早速授業の方を始めましょう。株式会社勝ちモードの児玉和俊さんです。本日よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。お願いします。よろしくお願いします。本日お越しいただきまして、はい、ありがとうございます。どうもありがとうございます。はい、で、児玉さんはですよね、オカルトエンタメ大学は2回目の出演ということで、はい、前回は大島てるさんとの、はい、やらせていただきました、というところだったんですけど、ちょっと今一度ですね、はい、児玉さんがやられている勝ちモードについてどういった授業になるのかというところをご紹介いただければと思うんですけれども、はいはい、わかりました。ありがとうございます。はい、株式会社勝ちモードは、賃貸の不動産物件で、事故が起きてしまった、要は死亡事故、亡くなった方が出てしまった時に、いわゆる事故物件の価値を元に戻す、価値を戻す価値モードということで始めてまして、やはり事故物件になってしまうと、心理的価値というものが発生して、家賃が落ちてしまう、家賃が落ちてしまうと不動産の価値そのものが、下落してしまうので、なんとかその、落ちてしまう価値を、食い止める、軽減させる、 あとは回復させるということで、はい、日々お化け調査というですね、はい、室内調査をしているという、そういう会社になります。でも心理的瑕疵っていうのがね、私は知ってますけど、もしかしたらご存じない方もいらっしゃるかもしれませんが、はい、通常瑕疵っていうと、例えばその配管が壊れているとかですね、はい、建物の構造的にちょっと柱がちょっと弱いんじゃないかとか、はい、設備が揃ってないとか、そういうのが瑕疵ですけど、はい、心理的瑕疵っていうのは、はい、つまり、はい、つまり、はい、人が亡くなった部屋に住みたくないなっていう嫌、うん、なちょっと気持ちっていうことが一番分かりやすいかもしれないですね。そこが僕すごい面白いっていうか、はい、児玉さんのアイデアが面白いと思っていて、心理的瑕疵って、おっしゃった通り、人が亡くなってる、事故があったから住みたくないなっていう感情面の話じゃないですか。はい、そうですね。で、別に人が亡くなっていても、その建物の性能、いわゆるハード的な性能には何の影響もないはずなんですが、はい、なんか心理的に、気持ち的に、ね、なんか住みたくないというところで、それで実際に値段が下がってしまうっていうことですよね。それが不動産の、うん、不思議なところでもあるし、オーナーさんが抱える悩みの種の一つなんですね。そうですよね。だから逆の発想で、はい、児玉さんのアイデアというのは、まさに本当にこれは幽霊出ませんよと、はい、ただ心理的瑕疵の心理の部分が、それが幽霊が出るから、幽霊が出そうだからっていうところの瑕疵なんであれば、はい、それをもう解消して、そうですね、価値を戻そうという、はい、そうなんです。素晴らしいですね。はい、でただですね、はい、15年間今賃貸不動産の管理をやらせていただいた上で、勝ちモードという会社を立ち上げたんですけど、はい、やはりですね、ちょっと説明のつかない部屋っていうのも中にはあって、はい、で実際に調べてみないとわからないっていう気持ちもあったんで、はい、お化け調査をして、何もないのか、はい、もしくは何かあるのかっていうのを調べて公表して、はい、で価値を戻そうっていう、そういう企画になります。はい、でもなんか説明のつかないことが起きると、例えば変な音がするとかですね、はいはい、そういった時って普通は、例えば振動の問題なのかなとか、はい、何かよその音がこっちに配管経由で漏れてきてるんじゃないかとか発想があると思うんですけど、はい、児玉さんもいきなりお化け調査っていう、はい、っていうところで、はい、結構その怪談とか、そういったオカルトとかはもう好きだったりは、実はオカルトは、学生の頃から大好きでございましてですね、はい、学生の頃からですか。はい、稲川淳二さんのですね、はい、ファンクラブに入ってしまっていたりですとか、はい、いろいろと社会に出てですね、はい、そういったオカルト的なことは実際に起こらないんだなって思ってたんですけど、はい、2007年の27歳の頃に、はい、不動産業界に入ってすぐですね、はい、ちょっとお札の部屋っていう開かずの間に入ってしまった経験があって、あ、この不動産業界ってそういうことがあるんだと思って、うん、ドハマりして今に至ります。あ、じゃあもともとその怪談っていうのも好きで、実際お仕事始まっても、はい、それにまつわるような話が実際あったんで、あ、これはすごいと、はい、そうですね。
で実際にお化け調査っていう調査を室内で行うんですけど、はい、何を行うかっていうと、はい、映像を撮って音声を録音して、はい、電磁波を調査する、はい、であと室温湿度、はい、あと風力を測るんですね、はい、であとは、大気圧を測ったりと電磁波で、サーモグラフィー、うん、で最近はちょっと騒音の調査も始めてですね音はい音ですね、はい、なのでもう何があっても、はい拾えるような形で大学の先生のアドバイスを受けながらやっているという状態ですね、はい、あでもなんか今のお話だと私はもうオカルトとか大好きなんでスッと入るんですけど、はい、例えば温度湿度とか、はい音もそうですしあと電磁波ですよね、はい、それがお化け調査の要素になっているってことですよねそういうことです、はいはいこれはですね、はいいろいろと調べると日本でも論文が出ていたり、はい、あとは海外特にイギリスではお化け調査の会社っていうのもありまして、はい、そういった論文だとか企業の調査をちょっと研究させていただいて反映しているとそかじゃあある程度その下地のあるそのお化けといいますか心霊現象と結びつく数値化できる要素っていうのをピックアップして、はいそうですねまあ、電磁波とか先の温度とか湿度ですよね、はい、引っ張ってきてそこに異変がないかっていうのを具体的に調査をしていると、はい、そうですね何もなければ何もなかったっていう証明書をお出ししたり あと結局日本のですね、はい賃貸不動産で事故が起きてしまうと入居者さんにそれをお伝えしなきゃいけないのでその告知事項そういうことです、で告知事項の内容が、はい、やっぱり担当者さんによって結構まちまちになってしまうっていうところに悩みがあるっていうことが告知事項じゃあれ法律で決められてたりするあはい法律で決められてます、はい、ただその内容を何を言わなきゃいけないかっていうのを一応項目はあるんですけどその人によって伝えられるレベルが違うの なので私が調査した内容に関しては、はい、その告知事項の内容に全部網羅している内容になっているので、はい調査書をオーナーさん依頼者の方は業者さんに渡してそれを渡して読んでもらえば OK っていうですね、はいはい、ある意味いわゆる住宅性能評価とか、はい、省エネ等級とかと同じような並ぶぐらいに、はい、ここ絶対お化け出ませんっていうそういうことですねものとしてこう機能すれば素晴らしいですよね、はい、そういうことですでただですね、はい、ちょっと問題というか、はい、まあ一つ解消しなきゃいけないのは、はい私が実際に事故物件に訪問させていただいてさっきの項目で調査をするんですけどお一人でやられるんですかはい一人で一人で事故物件に、はいはい、泊まります泊まるんですか泊まります、はい、夜の10時から朝の6時まで、はい、8時間継続して調査をするんですけど、はい、それが一番最小の単位なんですね、はい、だから2日3日4日ってできるんですけど、まあ、最低1日でやるっていう話なんですが入居者さんの立場から見ると、はい、1日で何が分かるんだということを言われることもあるので、はい、なので、事故物件で何もなかったんだけれども、はい、その運用をするときには入居者さんがもし住まわれて、はい、異常が起きてしまったら、はい、価値モードからその入居者さんに懸賞金を支払いするっていうことをやってまして、はい、その異常っていうのはもう霊現象ですかそういうことです懸賞金、はいはい、最大100万円という設定でやってましてまあそれは幽霊が出たらそれぐらいの価値があるというか、はい、そうですねはただ、はい懸賞金付きの運用っていうのをさせていただいた場合には、はい家賃は相場に戻させていただくっていうことで普通は家賃は下げて済むのが普通なんですけど、はい、そこは事故物件ですが家賃は相場ただ何かあったら100万円を手にするチャンスがありますよというですね懸賞金付きの部屋という運用を推奨させていただいてますすごいなそれでも例えばじゃあ僕がある物件買いましたと、はい、で幽霊出るか調査お願いさせていただいて、はいはい、でも実際幽霊を見たら100万もらえるわけですよね、はい、そういうことですそれどう伝えればいいんですかこう見ましたっていう、はい、実際一番いいのは、はい、僕を呼んでもらって、はい見てください、はい、これですっていうのが一番なんですけど、はい、映像でも音声でももし録画したり録音できたら持ち込んでいただいて、はい、で私の方でそれ調査して、はい、検査して、はい、で、丸か×か三角かっていうのをですね判断させていただいての、はいその100万円の中での懸賞金という。いやそれこそ前回の授業で私が事例として話しましたけど、はい、そのとある不動産屋さんがお客さんをねこう物件紹介して、はい、そのお客さんが
クレームの電話をかけてきて、はい、そのお客さんはとにかく来てくれ、はい、不動産が行ったらそのお客さんがね、はい、これどう思ったらもう本当に首が浮いてるのが見えたと。もう最高ですね。これ100万ですよね。はい、100万です。すごいですね。実際今何件ぐらいその調査っていうのはされてるんですか。はい、今ホームページ上では、はい、まあ、10件そこそこの件数になってるんですけども。それでも結構数ですよね。はい、はい、ただ最近はちょっと一切他言無用というですね、はい、ちょっと検査したことも言ってくれるなっていう案件もちょこちょこ増えてまして、はい、それは言ってほしくないっていうのは、まあ、やっぱりその物件に何かはい、そういったのがあるっていうのは知られたくないですね。そうですね。それがちょっと心霊的なオカルトのよりの内容であったり、ちょっとその近隣関係の問題だったりとか、いろいろこう、はい、蓋を開けるとあるんですけれども、はい、ちょっとあんまり言わないでっていう。で、大島てるさん の、はい、有名なサイトにも載ってないしみたいなですね。はい、でもその秘密裏というか、はい、オフレコでその調査をして実際本当に幽霊がいるのかどうかっていうのを調べられた、はい、そうですね、やってます。それ今10件ぐらいですかね、はい、その今日調査されてきたと思うんですけど、はい、実際に何かこれはさすがに霊現象かもみたいなのはあったんですか。はい、やはり亡くなってしまっている方がいる部屋なので、はい、特殊清掃っていうですね、ちょっと腐敗してしまったり、はい、ちょっといろいろ形が変わってしまった時に行う特別な清掃リフォームがあるんですけれども、それが終わった後全部当然家具だとか家電だとか、はい、なんなら畳だとかフローリングとかも外している状態っていう、はい、まあ、何もない空の状態の家の中で、はい、例えば今回ちょっと秋口が暑かったと思うんですけど、はい、まあ、そこの調査で汗を吹き吹き、はい、調査をしていたところ、はい、やっぱり急に室温が3度4度下がったりで、今回ちょっと面白かったのが、はい、逆にちょっと夏の調査だったんですけど、夜中の2時半ぐらいに温度が上がるっていう現象が起きたりですとか、はい、あとそうですね、戸建ての調査をしているときに、はい、1階2階であと屋根裏がある、はい、そういった戸建てなんですけど、当然全部の部屋空っぽなんですけど、これもやっぱり夜中の1時半前ぐらいに屋根裏から重いものを落としたような、はい、ドーンっていう音が鳴るんですよ。てかめちゃくちゃ楽しそうですね。あ、いや全然ごめんなさい。いやいや、もうなんかシンパシーって意味ですよ。はいはい、あくまで、なんで不思議ですもんね。不思議で、はい、なんでこれを嬉しそうに話してしまったかっていうと、はい、お化けが出る建物って、はい、それだけで希少性がある。本当そう思います。希少価値があるんじゃないかなっていうところで、はい、うわすごいなりますよね。なっちゃうんですよね。はい、で音が、はい、音がドーンって鳴った部屋に関しては。わあ音が鳴ったって言ってですね、はい、1階で映像を撮影して僕の姿とか映ってたり、あと IC レコーダーで音声も撮ってるんで、はい、私が僕がその行って、あ上から音鳴ったよな、やっぱり上だよなとか屋根裏かっていうのをブツブツ言ってるのが入ってるんですけど、はい、でもドーンって音が入ってないんですよ。それを聞くと一人芝居でしょって言われてしまうんで、ちょっと外にはなかなか出しづらいんですけど、いやそんなことがちょこちょこ起こり始めているっていうのが今最近の、はい、様子ですね。すごく素人的なアイデアです、発想ですけど、じゃあ逆に霊媒師さんを呼ぶとか、はい、霊の見える人を呼んで検証してもらうとか、そういう発想にならないっていうところは理由があると思うんですけど、そこはですねなかなかちょっと言いづらいところもあるんですけど、はい、私自身が、実際に目にしたことはないんです。あ、霊的なものを、はい、なのでその方と同じものが見えて、でそれが他の人には見えないっていうんだったら、その信用度というか、あ、はい、そこがあるんですけど、はい、私が見えない見える、でも、その人しか見えないとかですね、その方がこう本当のことを言ってるのかどうかっていうのが私自身がちょっと判断ができないところがあって、なかなか難しいなっていう、本当はそれが一番いいんだと思うんですけど、はい、なかなかこうそこのところが難しい。そうですよね、こうなんでしょうね、霊が見えるってやっぱ主観的な部分があって、はい、それ自体は悪いことはもちろんないんですけれど、
それをこう証明書とかそういった形で共有するとなると、はい、なかなか難しい、ね、なかなか難しい。だからそういう意味ではそう今日この授業でテーマにしてきてたいわゆる怪異が起きる物件の話、はい、まあ、物件怪談というのに対して、はい、その前回の授業でね、私あのソフト的な面とハード的な面、はい、それぞれの要因がありますっていう説明したんですけど、はい、どっちかというとソフト的要因っていうのはその物語があるんですよね、はい、そこで人が亡くなられた事故が起きたで、それゆえにそこで幽霊が出たと、はい、亡くなった方が幽霊として現れてきたとか、はい、っていうそれがどっちかというとソフト的な要素なので、にはなるんですけど、それってやっぱり体験した方がそれを見たっていう話、まあ、主観的な話ですよね、はい、で逆にそのハード的な要素っていうのはこういう作りをしてるから、幽霊が集まったんじゃないかとか、はい、もしくは仮に事故物件だとしてもこういう作りだったからそこに霊がとどまってしまったと、はい、そうじゃない作りだったらもしかしたら何もなかったかもしれない、はい、でもこういう作りだったからっていうそのハード的な、空間特性そこによって霊現象なり怪というのが起きてしまうその一つの要因になったっていうのがまあテーマなんですよね、はい、まあ、物件怪談、はい、小玉さんがね今まで、はい、ご自身で経験されたことでもいいですし、はい、そのお話を聞いたのもいいんですけど、はい、その物件解体についてできればもしちょっとハード面寄りの要素があるようなお話があれば、はい、ちょっとご紹介していただければと思うんですけど、わかりました、はい、今日ですねこのお話いただいていろいろ自分で過去にこう手帳でメモをしている手帳があるんですよ。ネタ帳階段のメモです。まあ普通の業務メモなんですね。業務の手帳なんですけど、ちょっと先走りました、なんか横の余白部分に、はい、この部屋でこんなことがあったよみたいなのがつらつら書かれてるそういうな手帳がありまして、はい、でちょっとパラパラこうめくっていたところ新築物件なのにお化けが出るっていうですね、そういうこう案件がありましてですね、はい、でちょっとその話をさせていただくのと、で実はその話が十数年前の話なんですけど、はい、今年の夏にちょっと一本の電話がかかってきてですね、はい、後日談みたいなものができてしまったんですね、はあ、でそれがちょうど今回でいうハードのところにちょっと合ってるかなっていうところで、はい、なのでちょっと元の話からちょっと話をさせていただきたいんですけれども、お願いします、はい、すいませんよろしくお願いします。はい、この物件はですね、3階建ての、マンションなんです。はい、でおしゃれな外観でデザイナーズ的なもう一見見るとわすごいいい建物っていうそういうこだわりを持った建物で、戸数はですね3階が301234562階も同じです、201234562で1階は1235室っていうことで15部屋、はい、で1階はですね456号室はなくてそこはエントランスになってるっていう、はい、そういう建物だったんですね、はい、でそこの建物に関しての、部屋これはもうシングルタイプ一人暮らし用の普通の、間取りなんですけれども、はい、外観が、こだわっている手前中も何かワンポイントつけようということで、そのお施主さんオーナーさんは 1K のタイプのシングルタイプのお部屋で部屋とあと廊下と水回りですね、キッチン、お風呂、トイレ、洗面台、それを隔てる1枚の扉、これにこだわりを持ったんですね、はいはい、でその扉、まあ、ドアに関しては木材を海外から輸入して木目をきれいにこう出すようなデザイン、でさらにドアの頭からつま先まで幅15センチぐらいで曇りガラスをはめ込むっていうですね、ちょっと見栄えのいいおしゃれなドアをそこの部屋につけて、はい、で募集を開始したんです、はい、で募集を開始したら15部屋瞬く間に満室になりまして、うん、でこれ私が物件の担当だったんで、はい、ああよかったよかったと、はい、こんなにスムーズに決まるとはなかなかないっていう話で喜んでたんですけど、問題が起こってきたのが、まあ、満室で稼働し始めてから1ヶ月後ぐらいなんですね、はい、で1本の電話が鳴りまして、その内容が退去しますっていう内容で、入居者さんは306号室の女性だったんです、はい、で新築で1ヶ月で退去するってなかなかないことだし、近隣トラブルの可能性もあるので、あ、はい、通常管理会社の業務だと、まあ、受付の事務の女性
電話取った女性の方にいろいろやり取りをしてもらうんですけど、ちょっと気になったんで電話代わってもらって、私が連絡を取り継いだっていう感じなんですね。で、入居者さんの女性と話していると、何があったんですかと、なんか退去という話なんですけど、問題ありましたかって言ったら、お化けが出るから退去するって言うんですよ。ほう。いや、そんな話今まで聞いたことがないんで、そんな退去理由ないんですね。はい、お化けが出るから退去しますって、ですよね。はい、で、ああそうですかと、ちなみに少し突っ込んでいいですかと、はい、どんなお化けが出るんですかっていうですね、聞いたくもなりますね。そうですね。で、はい、話をするとこんな話をしてくれるんですね。はい、夜中目が覚めると消したはずの廊下側の電気がついてるんだそうです。で、その電気の光が曇りガラス越しに部屋に漏れてると。で、さらにその曇りガラス越しに黒い影が見え隠れして、なんかこっちを見ているみたいだって言うんですよ。その曇りガラスが例の扉の、そうです、こだわった扉の曇りガラス、曇りガラスで光が漏れてて人影があってこっち見てる。で、夜中にそれに気がついてしまったその306号室の女性は、誰かいるかもしれないのに寝るわけにもいかないので、多分意を決してベッドからドアまで走って、でドアをダンってこう開けるわけですよね。で、そうすると人影はないんだそうです。でも誰かいたのかもしれないからって言って玄関の扉を見るんですけど、玄関の鍵、扉の鍵はしっかりと施錠されてて、でチェーンのロックまで閉めてあったって言うんですよ。で、侵入者がいたわけでももちろんない、はい、それが1回2回じゃなくて複数回起きたと。だからもう気持ち悪いから、はい、今日にでも出ていきますって言って出て行かれたんです。で、それすると困ってしまうのが、はい、管理会社がその部屋次の募集、次の入居者の方にそれを言うのか言わないのかっていう話なんですけど、当時のその会社の社長とお話をして、はい、実害はないし、その方が特別な感覚を持っている可能性もあるので、とりあえず次の入居者さんには言わないで募集しようと、でただ次の方が同じことが起こったら、その時は言おうねっていうことで、で再募集したんです。はい、ちなみにですけど、はい、さっきの法律で決められているガイドライン的なのには、はい、幽霊が見えるっていうのは含まれてないです。含まれてないです。なるほど。じゃあそこはもう本当に裁量というか、もうそこは、はい、不動産側の、管理側の、裁量ですね。なるほど。はい、で、ほどなくして306号室新しい入居者さんが入ったんですね。はい、で、またそこから1ヶ月ぐらい経った時に、普段はやらないんですけど、物件担当としてその部屋すごくこう気になるので、はい、住み心地調査と称してですね、はい、入居者さんに電話をしたんですね。はい、もしもし管理会社の小玉ですと、そろそろお住まいになられて1ヶ月経つと思うんですけど、何かお困りごととかはないですかっていうですね、そんな内容でかけたら、はい、その新しい入居者さんは、いや快適に過ごしてますよ、ありがとうございますっていう回答だったんで、ああよかったです、ありがとうございます、また何かあったら連絡くださいねということでガシャってきたんですね。はい、で、社内には、あの306号室あの物件なんだけど何もないみたいだよと、いや、 やっぱり出て行かれた女性の方が不思議な、特別な感覚を持たれてたんだねっていうことで話が終わったかと思ったら、はい、206号室その下の階の今度は男性から連絡がかかってきて、はい、退去の連絡だって言うんですよ。はあ、でも社内で有名な物件ですから、はい、そこの建物の連絡は全部私に回ってくるんですね。あ、はい、で、電話を代わって、もしもし小玉ですけれども、なんか退去されたいっていう話なんですがっていう話をすると、で退去理由っていう話よりこうつながっていった時に、お化けが出るから退去するって言うんですよ。うわーと思ってですね、はい、そんなことあるのかなと。でまた定番のですね、どういったお化けが出るんですかっていう質問をするわけなんですけど、はい、同じ話をするんですよ。はー、夜中に目が覚めたら、はい、消したはずの廊下側の電気がついていて、うん、曇りガラス越しに光が漏れてる、人影があって見ているっていう話なんですね。で、上下の階の方
面識だとかその友達関係とか全くなくて赤の他人なんです、うん、で、新築なのにそんなことが縦列で起こるんだなっていうこと で原因が分からなかったので、あの皆さんにこの話をお伝えするときは、はい、新築でもお化けが出るときがあるので気をつけてくださいねって言って締めてたんです。でその話を元にして、はい、あのずっとそういう物件あるんだなっていう話を今までしてきたんですけれども、はい、この夏あの懇意にしている不動産会社の社長さんから、はい、連絡が入ったことであの話が動き始めちゃったんですね、はい、で実はあのその206号室にあのお化けが出てその方が退去した後っていうのも実は後日談があって、あの206号室が退去した後にあの正直にあのその時の所有者さんに306と206号室でそういう現象が起きてますっていう話をあの社長と一緒にいて伝えたんです。あ、はい、で、あのそうしたところあの売却しちゃうと、はい、もう売ると、 あんなにこだわった物件なのに、はい、あのスパッと手を離されちゃったんですね。あ、そうなんですね、はい、でそれであの売却をされてしまうと管理会社もですね買った側の管理会社さんに引き継がれるっていうことが多いので、はい、それ以降は全然私の方では進捗がわからないところで終わってたんです。なるほど、まあ、売却されて、はい、まあ、つまり児玉さんの管理の手元から離れてしまったという、はい、そうです、はい、で、その後、今年、はい、電話が鳴ってきたその内容っていうのは、はい、そのある不動産会社の社長さんで、児玉くんねこういうマンションなんだけど、はい、覚えてるって言うんですよ。はい、今のマンションの話なんですね、はい、住所とか全部言ってくるんですよ、はい、あの知ってますけどなんで僕に連絡してくるんですかっていう話をしたら、はい、今あのその物件が売りに出てるんだと、あ、ですごくいいマンションに見えるから買いたいと思うんだけど、はい、ちょっと家賃の設定でおかしいことがあるんだよね、だからそれを調べようと思ってあの資料を取り寄せて見ていたら児玉くんが作った資料が出てきたんだよと、あ、当時作った資料が引き継がれてるんですね、はい、で、なんか知らないかなと思ってっていう話で、どこの家賃がおかしいんですかっていう話をしたら、うん、2階と3階って言うんですよ、で、はい、角部屋でしょって言ったら、おい、なんだ知ってるじゃないっていうことで、あの部屋だと思って今の話を伝えたんですね。はで、そしたらあのその社長さんが、いやー、そういうことがあったのかと、やっぱり建物マンションを建てる前にあんなことがあった物件は建て替えてもそういうことが起こるんだねっていうですね、こうすごく曖昧なことを言うんですね、はい、であんなことがあったところにマンションを建てたっていう、そのあんなことっていうのを僕は知らないんですよ、はい、すっごい気になりますね、はい、で、はい、いや社長すいません、あの、はい、マンションが建てられる前に何があったんですかっていう話を聞いたら、え、児玉くん知らないのと、あ、でもごめんと、この資料を守秘義務契約のもとにもらってるから自分の口からは伝えられないんだと、はあ、児玉くんなら調べられるでしょ、ちょっと調べてごらんよって言って電話切られるんですよ、はい、で、うわ気になるんで、はい、じゃあちょっと調べてみるかっていう、で建物とか土地の記録っていうのは国で管理してるんで、あの法務局っていうところに行くと、あのそれまでの履歴がどんどん見られるわけなんですけど、まあ、そこでいろいろ調べているとそのマンションの前には戸建てが3つ建ってたっていうことが分かったんですね、はい、で戸建てにあの何が起こったかっていうのはそこには書いてないので、はい、そこはちょっとつてを使っていろいろ調べてみると、はい、その3棟並んでる戸建てなんですけど、まあ、一番こう私から見て右側の戸建ては普通に売りに出てたらしいんですね。で、その逆側私から見て左側の家は火事が起きてるんですよ、はい、で、亡くなった方もいらっしゃる、はい、で真ん中の家も
火が移ったのか、でもしかしたらちょっと放火の可能性があるのかなと思うんですけど、真ん中の家も半分焼けちゃってるんですね、はい、で結局3棟を全部売りに出たっていうことで、買ったのが一番最初の建てたお施設さんなんですよ、はあはあ、で気になるのは、はい、火事があった部屋の戸建ての配置とマンションの配置がどうなってるのかっていうので、はい、配置図を合わせてみたんですよ、はい、そうしたら案の定306と206の部屋の場所だけ火事で全焼したところに重なってるんですよ。はあ、なるほど。なので、はい、火事が起きていわくがついて、で建物を全部さら地にしたことでリセットされたはずなのに、建物を建てたらそれをいわくが新しい物件にも来てしまったっていうことで、それはソフトというよりも意味地意味部屋っていう意味では、はい、ハードに近い現象なんじゃないかなっていう、そんな話なんですけれども。いや、ありがとうございます。いや、すごいな、いい話ですね。ありがとうございます。そんなことがありました。でも確かにこうソフトとハードってなかなかクリアに切り上げるのちょっと難しいところがあるんですよね、はい、例えばその前の授業で紹介した井戸っていう場所っていうのも、はいはい、井戸という形自体は確かにハードではありますけど、やっぱりそこに井戸がある理由、まあ、水脈とかそういったことなんですけど、はい、だからこうなかなかこうそこにもしかしたらソフト的要素もある可能性もあるんですけど、そうですね、でも今の話でしたら確かにそうですよね、こう火事で亡くなられたっていうそれ自体は多少ソフト的なことかもしれないんですけど、はい、もうそれによってその土地その場所そこの空間自体がなんかこうそういった力を帯びたものになっていて、ね、実際その上に建てられたマンションのまさにその直線上というか、はい、そこにだけ火事が起きるという、はあ、そっか、すごいですね。そういう物件の、はい、経験というか、うんうん、話が本当に今年の8月にその電話が一本になったことで動き出しちゃった、はい、あ、こういうことだったのかっていうのがあったので、はい、お伝えできてよかったです。あ、いや、ありがとうございます、はい、いや、そうですね。でも確かに私もそのいろんなその階段にまつわる物件の話といいますか、物件階段でもいっぱいお聞きするんですけど、はい、ちょっと今みたいなケースって調べてみてやっと分かったっていうところあるじゃないですか、はい、でそれが分からなければ、まあ、もしかしたら僕最初聞いた時に扉のなんか設置かなと思ったんですよ、はい、いわゆる呪物的な発想かもしれませんが、そのこだわって作ったその木材の扉、はい、そこの、まあ、もしかしたら素材なのか材料なのか、そこに何かこう因縁めいたものがあるのかなと思ったんですけど、今そう言われて気がついたんですけど、はい、でもやっぱりそれが曇りガラスじゃなかったらこの話成り立たないんですよね。あ、要は光が漏れてて人影が見えるっていうところなんで、はい、確かに今お話聞いて、はい、もしかしたらそういう海外から輸入した木材のその加工したドアっていうのにも何かあるのかもしれないですね、うん、そうですね。でまさに本当おっしゃられた通り、そこにガラスをこう綺麗に縦にぴったりとこうデザインされて作る、はいはい、っていうことをしなければ、はい、分からない、ね、その階っていうのはまあ認知されなかったです。そうです、はい、そっか。ってなるとやっぱりいろんな要素がこう重なり合って生まれてる。そうですね、今、はい、気がつきました、はい、よかったですありがとうございます。そっか、そうですよね。だから細かく調べていくと、はい、私もこれ常々階段集めてる時とかに気をつけるというか好きなんで調べることなんですけど、一見するとそこの怪異が起きた例を見た話が、はい、おそらく原因って昔ここで事故が起きたことがあったであればそこで亡くなった人の幽霊なのかなとかですね、はい、もしくは私がかつてこんなことをしてしまってそれゆえに因縁としてついてるのがあって、まあ、それは解釈としてあると思うんですけど、はい、やっぱ果たしてそれだけなのかっていうそうですね、ですよね。で、いろいろ調べてみたら実は全く関係ない、はい、それこそハード的な要素というかそういう場所だったからそういう空間だったからそういうのが起きたっていう可能性ももちろんゼロではないですし、はい、なんかそういう目線でいろいろ見ていくと非常に面白いかなと思いますよね。もうそう思います。はい、あ、よかったです。物件階段でいうと、まあ、ちょっと私もこうサクッとこう短い話でご紹介すると、前回の授業でもちょっと軽く触れたんですけど、私の知り合いでですね、とある映像関係の仕事をされている方がいらっしゃって、正確に言うとその方の同僚の方が体験した話なんですよ。でそれがいわゆる前回の授業でも紹介したとあるマンション、まあ、間仕切りを作ってしまったっていうその話なんですけど、
その同僚の方 A さんとしましょう。じゃあね、その男性の方なんですけど、で当時同じ仕事の中の B さんっていう同じ男友達がいて、で、まあ、同じ映像関係の仕事をしてるんですけど、2人で当時お金もなかったんでルームシェアをして暮らそうということでいろいろ探したんですよ。そしたら東京のとある場所、仮に池袋としましょう。池袋にあるマンションの一室があって、そこが相場の値段よりもかなり安かったらしいんです。で早速内見に行ったらしいんですよ。そしたら、玄関入ると廊下があって、右側にこう台所とかがあって、左側に手前に一部屋、奥にもう一部屋っていう二部屋並んでるんですよ。で手前をその A さんが使って、奥を B さんが使おうというふうになったらしいんですけど、部屋のサイズ感がやっぱなんかおかしいんですよね。これ部屋にしたらちょっと狭い気もするし、でパッと見たら間仕切りの壁の素材がやっぱおかしいんですよ。でよくよく調べたら、そこもともと大きなリビングだったのを無理やり間仕切りを作って、いわゆるこう 2LDK にしたかったのか、もうそんな形でいびつなこの増築をしてるように見えたらしいんですよ。改築ですかね。でなんか気味あるねと思ったらしいんですけど、まあ2人で暮らす分にはそんなに支障なかったんで、あんまり気にはしなかったらしいんです。家賃も安いですし。そしたらしばらくしてですね、この A さんが部屋で夜過ごしていると、隣の部屋の B さんがダーって廊下してきて、ダン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 って叩くんですよ。でどうしたのって言ったら、 B さんがちょっと部屋来てくれって言うんですよね。で何って A さんが部屋行ったら、 B さんが自分の部屋入って、これどう思うって壁指さすんですよ。たらそこに小さな手形らしきものが浮かんでたんですよね。でも確かに気味悪いけど、これ汚れかなと最初そう思ったらしいんです。で A さんが、まあ、B さん怯えてるんですけどね、 A さんが、まあ、これ汚れの可能性もあるし、あんま気にしない方がいいよって言って、その辺はそれで終わったんですけれども、しばらくしてまた B さんがちょっと来てくれって言うんですよ。で A さん、まあ、B さんの部屋に行ったら、これは絶対汚れじゃないよなって言って自分の部屋の中を指さす。そしたら前回やったその手形がよりくっきり浮かび上がってるんです。そしてさらにその横にもう2つ別の手形があったらしいんですよ。でそれが1つは子供、1つは大人、サイズもまちまちなんです。でこれはさすがに違うって思った。そしたらですね、そっから1週間ぐらいなんですけど、 A さん仕事が忙しくてですね、なかなか家に帰れなかったらしいんです。帰っても本当に寝るだけとか、つまり B さんとあんま顔を合わせることがなかったんですよね。そしたらですね、この B さんがそれ以降ですね、完全に失踪しちゃったんですよ。家に全然帰ってこない。で、不安になって B さんの職場にも連絡したんですけど、 B さん会社に全然来てないって言うんですよね。でそれを聞いて A さん最初は不安に思ったんですけど、まあ大人ですし、まあ、B さん気持ち悪いって言ってたから友達の家でも寝泊まりしてるのかなと思ってたら、ある時ですね、 B さんの親から電話があったらしいんです。 A さんもしもしって言ったら、あ私B の親なんですけど、あの子最近どうしてます、全然連絡ないんですけどって言われたんで、 A さんがいやそれがちょっと僕もよく分かんないんですけど、この B さんなんかずっと帰ってないんですよね、なんか会社に行ってもなんか来てないって言いますし、言ってましたしって言った時に、それ A さん自分の部屋で電話してたんですけど、すごく嫌な予感がしたんです。で電話切って立ち上がって廊下に出て B さんの部屋に行ったんですよ。で B さんの部屋とはガチャッと開けて部屋見たんですけど、 B さんの部屋全面手形だらけだったんですよね。壁全部に手形がうわーってついてるんですよ。でゾッとして固まっちゃったんですよね。ただ A さんあることに気づいたんです。さっき間仕切りの壁って言ってましたよね。リビングの部屋があって間仕切りの壁で無理やり2部屋にされてるんですけど、その間仕切りの壁には手形ついてないんですよ。でさらに何て言うんですかね、元々のリビングの壁があって間仕切りの壁があって、この間仕切りの壁にまたがるようにして手形がついてたんですよね。つまり内側から浮き上がってるんです。それに気づいて A さん慌てて自分の部屋に戻るんですけど、自分の部屋にもう2つ新しい手形があったと。でもうこの物件はさすがに何かあると思って友達に相談したら、1人霊媒師さんを紹介してもらったらしいんです。この方本当に力のある人だから一回相談に行くといいよ。でもう、わらにもすがる思いで霊媒師さんのところに A さん行ったんですよ。で事務所だったらしいんですけど、そしたらその霊媒師さんに、すいませんちょっとうちの物件なんですけど、こうこうこういうことがありましてって言ったら、霊媒師さんが、あそれね、池袋の何々マンションの何号室でしょって言われたらしいんです。住所言ってないのに。で分かるんですかって言ったら、霊媒師さんが、あ今日お金いらないから
その物件もう諦めてください、引っ越した方がいいですよって言われたっていうお話を聞かせてもらったんですよね。まずいですねで、まあ、いろんな要素あると思うんですけど、まあ、彼がやっぱりその間仕切りのいびつな形っていうのがやっぱ最初気になったって言ってたんで、まあ、一つの要素としてもしかしたらそういうハード的な要素っていうのもあったのかなという。いや嫌な話です ね、 あのですね、怖いっすね。ちょっともしなんかぜひ、はい、間仕切りとかがあるとちょっとあの後で実際の住所教えてください